小林、そして初参戦ナイター、その横には開幕戦優勝菅原という形で進んでいきます。黒田から大変強い時に立ち上がってまいりまして、また小林がいいスタートを切った。このスタートはヒルタがちょっと遅れ気味という感じなんでしょうか。これでポジション入れ替わりました。トップが小林、2番手がヒルタ。ヒルタはここは無理はせずという感じでコーナーにコーナーを進みます。すでに抜ける体勢にいるのかヒルタ。小林が、これは5コーナーレインに入りました。ヒルタ、小林はアウト側で踏ん張る。クロスが切られました。これでヒロタがもうトップに躍り出ました。この試合が終わりました。ヒロタとね、よくバトルをしているこの小林ですが、そろそろヒロタの手を掴めてきたんではないでしょうか。あ、ヒロタちょっと失敗しましたか。今2コーナーアウトにしてくれました。それを逃さず追いついていきたい小林。ラッキーと菅原ですが、ラッキーともう2回に歩き歩くというような体勢になってまいりました。とても今3番手を走っておりまして、ラッキーはこの2回に歩き歩く選手を獲得するなど、その他いろんなカテゴリーの車に乗っているドライバーということで、その中でもやはりレーシングカーツの動きというのは他の発行車、そういった4輪の車と比べて全然違うというふうに見たことがありますので、この中でいろんな車を乗りこなしているナイトがどこまで追い続けられているのか。やはりこの広さの速さはなかなか追いつけないものがある。全体的にもちろん速いんですけれども、特に序盤から出してくるのが強かったというような感じになります。この試合はだんだん後半になって上がっていくというイメージがありますので、もしかしたら広さは実はこうあまり動いていないんですが、レースとしては現在16ラップの練習を行っております。これでヒロタが逃げ始めまして、その後ろには小林がなんとか追いついていきたいが、小林ちょっと繊維喪失しているように見えますが、そんなことはないでしょうか。ちょっと疲れが出てきましたか。まだまだ若いですよ。30歳、ユーロフォーミアレースとか出てまいりましたので、未来のね、世界には目が入る。後半にだんだんタイムが上がっていきまして、ヒロタに迫る、もしくは速いタイムも出していたと思いますので、ここから後半にかけて小林が追い上げていくことを期待したいところです。さあ、そして後ろの菅原もちょっと後ろに来ましたか。4番手を走行しております。先ほどまでのレースでは結構ドグロの方なんですけど、プロフィールシート日焼けサロンだよ、本当に日焼けサロンに来るんですか。菅原、今、優勝しておりますが、今回の練習は厳しそう。菅原、ちょっと離れを出しております。では、4番手。トップの広さは34秒台に入ってまいりました。広さは34秒台を取っていますが、その他のメンバーは後半で走っているということになりますので、菅原がちょっとペースが上がってきましたか。35秒台になってまいりました。菅原36秒台でした。菅原もここからペースが上がってくるか。そうしたらですね、これをもうちょっと早くなければ、ちょっとペースに上がってくるんじゃないかと思うんですが、何か
ということで、ぜひ会談終わったというところでは、今日佐野さん、今日もですね、佐野さんもいらっしゃってますので、会談別の出方、佐野さんに聞くといいかもしれません。いや、本当にでも、特に冬の寒い方というのは、私のことだし、ちょっとこの前お話を伺ったこともありましたけれども、その中で、どちらにしても、あったまにしても、あったまにしても、コンプレートが重要なことが分かっているので、おそらく皆さんに、一番こう、そこから変わっていこうと思っていると思います。
立ち上がっておりますね。